はい、いきますよ。頑張らないでください。はい、行きますよ。はい、あ、今日シニーだ。さあ、ということで本日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。みっちゃんねるトレーダー、はじめまして。はじめまして、はい、いつも毎週すいません、見ていただいて。こちらこそ本当にありがとうございます。はい、っていうか、はい、あの髪がそうですね、やっぱりあの大阪の、悪というあの設定みたいな、はい、カメライズムですね、うん、なるほどです。それがやっぱり関東に殴り込みですわ。今日のために、今日のために。そうですよ、わざ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 、もうすごいですね。ここでもう恥ずかしい、結界でもまだ丸坊主しますから。ちょっと今のは取っといてもらって丸坊主丸坊主いや、やめます。頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします。はい、まずはどうですか、どういう。とりあえず、はい、僕の方で簡単なボクシングレッスンをさせていただいて、なんかちょっとお聞きしたところ、はい、なんか親戚だかおじいさんだかが元。そうです、おじいちゃんがもう50年前ぐらいなんですけど、はい、日本のフェザー級3位かなんかやったんですよ。すごいですね。そうなんです、そうなんです。だからまあ、そのイズムがちょっとどっかにあると思うんで。血統がもしかしたら。血統がもしかしたら。かもしれないですね。はい、ちょっと期待して。ありがとうございます。はい、行きましょうか。はい、よろしくお願いします。今日は。はい。バンテージから巻いていきましょうか。はい。じゃあちょっととりあえず、はい、あの形だけでも、バンテージを巻いていこうと思います。これをなんかね、子供の頃めっちゃかっこいいなと思って、ボクサーなろうかなって。1年とか2年とかね、思ったことあって、辰吉選手が、はいはいはい、泣きながらこれを取られてるシーンがめっちゃかっこよかった。その曲げて、確かにかっこいいですよね。そうですよ、はい、これつけただけで、はい、あのちょっと強くなった感じになるかもしれない。あ、本当ですか。気持ちで、気持ちで、もう僕の中でパンチパーマった時点で強くなってるんですよね。昨日の時点でもう本当見た目だけでは本当に強い感じですもんね。見てないですよね、はい、パンチパーマの今ボクサーってね。ないですね。谷さんもあのプロのボクサーを目指してなかったんですか。あ、いや、僕はもう元々プロで、はい、ゴリゴリやってて、引退してもう、あの、もういい年なんで、はい、もうあのトレーナーのみですよ。はい、あれなんか書いてましたよね、ここにバーって、ね、あ、そうです、何を書くんでしたっけ。あれは、あ、すごい素晴らしいですね。試合の時は、はい、なんかインチキしてないかっていうのをチェックするんですよ。あの JBC っていうあの、JBC、はい、でそれを全部間になんか入れる人はいないんですけれど、チェックして、はい、これはこのバンテージ OK ですっていう。これ試合の何時間前に巻くんですか。そうです、はい、1-2時間ぐらい前に巻いて、で、あの許可をもらって。今ってそうですね、前日計量ですよね。前日計量です。おじいちゃんの時代は当日計量だったんですね。そうそうです、昔そうですよ、ね、言ってましたね、はい、そのおじいさんは大阪です、ね、はい、今もまだ83、84なんですけど、全然もうバリバリまだゴルフ行って。あ、元気ですね。体もでかいんですよ。ただものすごいパンチドランカーなんですよ。あるあるですね。あるあるしょうがないですね、はい、はい、そうなんですよね。どうですか。あ、いいですね。いいですか。いいですね。なんか強そうですね。強そう。はい、大丈夫です。じゃあ蹴りはダメです。相互ルールじゃないか。そうじゃない。なんかさっきちょろっと聞いたんですけど、はい、朝倉未来もう前座だっつってたんで。そんなこと言うてないですよ。そんなのスタッフの方が言ってたんで。そんな言ってました、はい、そんなこと言うてない、全然ない。ちょっとそこにならないように、ならないように締め、僕も締められて、それ聞いてみんな肩ぐるぐる回しましょう。そんなことさせるかって。怖いな、カントリーで怖いですね、やっぱりね。ちょっと怖いですね。わかりました、はい、ちょっとじゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあリングで。わかりました、はい、右利きです。右です、右です。右利き。はい。こうですかね。はい。で、だいたい肩幅ぐらいに。そうですね。すいいですね。こういうね。はい。で、顎引いていただいて、で。はい。ワン、ツー。はい。ゴー。いきますか。ありがとうございます。素晴らしいです。素晴らしい。はい、こんな感じで。で、これで、はい、ワン、ツー。はい。そうですね。はい、お、素晴らしい。フックまで行きますか。使いますかね、今日フック。どうですかね、どうですかね。ジャムで倒せそうな気がするよね。行けますかね。ジャムって大事やからね。はい、あの左を制するものは世界を制する。お本当にそうなんですよね。本当ですか。左を制するものは世界を制する。左なんですよね。そうなんですよ。左が、はい、左が重要なんで。ジャムは貯金で言いますからね。
ちょっとよくわかんないです。じゃあとりあえずちょっとシャドウを少しやって、はい、でその後サンドバッグを叩いて、はい、でミットをやってみたいな感じですね。サンドバッグ行きましょうか。サンドバッグ行きましょうか。はい。はい、行きますか。はい。はい、でこれで簡単に説明すると、はい、真ん中に叩いた方がいいんですよ。はい。で、ここ端っこ叩くとこう回っちゃうんで。あ、そうですね。はい。真ん中に叩いて、はい、今やったこうワンツー、はい。そうするとこの動きだけで、はい、いけるんで。はい。お、なかなか上手くないですか。本当に。こんな感じで。冗談抜きで。ほんまですか。はい。初めてにしては。めっちゃうまいですよ。うまいですか。はい。ちょっとビビってるじゃないですか。ちょっとビビって。ちょっとスタミナも見たいんで。ちょっとスタミナないんですよ。ほんまないんですよ。3分。3分もたないんちゃうから。ちょっともうちょい行きますか。行きますか。はい、なんか5発ぐらい打って。そうだから休憩しだす。3分行ってみよう。3分行きますかね。行ってみよう。一回測りましょうか。そうですね。はい、あのタイマーあるんで。一回行ってみよう。行きますよ。はい。じゃあお願いします。3分ですよ、はい、休んじゃダメですよ、はい、まあ、はい、はい、終わりました。スタート。いいですね、まっすぐ出してジャブ、はい、ワンツー。おー、あの今で1分経過です。1分ですか、まだ。はい、あと2分あります。ラスト1分です。ラスト1分、はい、3分長いですからね。ラッシュですね。はい、ラス30。あー、長い。はい。3分でこんな長いですね。長いですね、はい。こんな長いですか、カップラーメン。カップラーメン長いですよ。はい、いない。はい、暴力取れない。10秒、ラスト10秒です。ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ。はい、はい、なるまで。はい、OK。 これでインターバル1分で1分や、休憩。はぁ、あ、いや、すごい。いや、でもすごいですよ、真面目な話すると。いや、これは3分はなかなかですね。ですよね、これ自分でやるとあれですよね、なんか世界戦とか見て手出せよとか言えなくなりますよね。いや、なんで無理です、無理です、ほんまに。これ自分でやるといけいけとか、今やとか言って、きついのが分かりますからね。あ、はい、なりました。いや、いや、いや、いや。じゃあ、ミット打ち、はい、で、じゃあ構えていただいて、はい、で、こっちに左、はい、こっちに右、はい、間違えないでください、ね。わかりました。顔とか打たれないと。わかりました。はい、ジャンプから。はい、あ、そうそう、はい、はい、はい、いいですね、はい、はい、じゃあ、ちょっと難しいんだけど、ワン2、3、4で4ついきましょう。はい、はい、1、2、3、4、5。はい、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 ナイス。もうおじいちゃん喜ぶんじゃないですか、見たらこの動画。いや、指示出ますわ。今ので半分ですね、はい、1分30秒。はい、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 いいですね。これで来た時にちょっとブロックしたりとかして、はい、いいですね。ここだけやもう。はい、行きましょう。ハンジドラムだよ、今。つけて。そうですね。はい、はい、はい。はい、もうあと10秒。しょっぱながやっぱしんどかったですね。はい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 。でやっぱこうトレーナーの方が声かけてくれるのがすごい。ああ、なるほどですね。あれ時間不時間を感じますね。じゃもうやるんですよ。もういいですかね。おかわりは。この後同時破りして僕カッターとカラオケ歌うのかなでしょ、ここで。そうですね。ティーホラー歌うのかなですから。最後に、はい、あのミット打ち終わって僕がやりたいことが一つ練習で一環としてあるんですけど、はい、先日あの井上尚弥選手が、はいはいはい、左ボディボーンって倒して、はいはいはい、あのボディ、ああいうボディをもらっても倒れないボディを作ろうということで、ちょっと中山入って見本を見せるんで。倒れない。それで、はい、行きます。はい、それでこう、おお、あ、レバー、レバー。これを
これ回すわ俺永田さんやっていただいてコンプライアンスアウトですよこんなん完全アウトですよこれいけますかね。いや無理ですよそれはもうボヨボヨですよこれ。いけるいけるどれいやどれぐらいも何もはい、これもう本当に練習の一環でプロの選手みんなやる練習なんですよ。はい、ここでちょっともう立てなくなったらもうあとできないね。そうなんですよね。そうだよね。はい、できます？大丈夫です、それは。まあ、そんなんもう本番で大丈夫ですよ。じゃあやらないですね。じゃあやらないということでいいですね。やりますよ、ほんなら。やりますよ、じゃあやりますか。怖い、ほんなら。怖い。じゃあいきますよ。はい。あー、痛い。もう一回だけいいですか？もう一回しろ。ちょ、取れてなかった。取ってたやん。取ってたやん。取れてなかったよ。じゃあこういきます。そういきましょうか。はい、いきますよ。はい、いきますよ。あ、よしいな。自破されるの一番いいやわ。いいですか？わかりました。はい、じゃあ腕回すぞ。はい、はい、あー、あ、耐えた。まだいける。いや、重たいパンチがズーンってくる。じゃあ、奈良さん、今日はありがとうございました。いやいや、お世話になりました。ありがとうございました。ボクシングどうでした？いや、久しぶりなんか子供の頃思い出しましたね。なんかやっぱその当時おじいちゃんの周りやっぱプロボクサーの人にいて目指してる方も多かったんですけど、はいはいはい、なんかちょっと大人になってからまた難しさ思ってもそれイコール面白さなんですけど。ああ、よかった。汗もいっぱい出て、またね、僕もそんなに遠くないんで、はい、ちょこちょこ。ああ、そう言っていただけると、はい、またお願いします。本当に、はい、で、あとはい、この後永田さんの方で、そうなんですよ、YouTube 撮らせていただいて、はい、はい、ぜひその方、概要欄に貼っておくので、こちらにも出ております、はい、永田由紀のリアルに声でチャンネルなんで、ぜひ、はい、チャンネル登録していただいて、はい、この後撮るということで、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。タバコダメだってダメだって、うつしちゃダメですよ。だからスタミナない。これは大丈夫なやつですか？大丈夫じゃないやつですね。覚醒されないやつですね。